どうも、ウィザーのザクです。8月ですね。暑いです。8月といったらブザーのシンボルは8じゃないですか。というわけで、なんか8月からなんかやりたいなと思って、ちょっと僕 YouTube を始めましょうかなと。というわけで、はい、気を取り直しまして、ブザーチャンネルのスタートです。めっちゃ感動だね。今日は指令カードをね、カンペンスタッフさんから発表してる。しっかり自己紹介をせよ。名前をただ言うだけの自己紹介ではなく、自己 PR を入れた自己紹介をやってもらいたいと思います。なるほどね。具体的なやつだね。なるほどね。具体的な、まあライブでまあ自己紹介は短いやってるからね。そう、あと一回挨拶しますか。いつもの、どうも皆さん、僕たちがブザーです。はい、ブザーの最年少ハルです。よろしくお願いします。はい、どうも、ブザーのラップ担当ゆうやです。はい、ブザーの裏のリーダーサルフです。ブザーの表のリーダー SAKU サクです。はい、ブザーのメインボーカル担当シンです。はい、メインボーカル担当サタンです。はい、ブザーのコエです。よろしくお願いします。はい、おいおら、シンプル、おら、これがいつもの自己紹介と。確かにね。皆さん、こんばんは、サクです。何やそれ。誕生日は10月29日です。 B 型です。そして出身地は長野県です。そして僕の趣味は、まあメンバーもいっぱいいるアニメを見ること、ご飯を食べること、寝ること。はい、どうも、ブザーのラップ担当ゆうやです。この度はね、深く俺を掘り下げるってことで、自己紹介をしていくんだけれども、そうだな、どこから話したらいいかね。生い立ちなんですけれども、僕はですね、神奈川県出身で、横浜生まれ、横浜育ちですね。根っからの悪、本当に悪くは見えない。あと趣味とかは、そうですね、あ、まあ、アニメがやっぱり自分もうちっちゃい頃から、俺の今は知ったけどな、ね、アニメが好きっていうのは俺のそのライフスタイルの中にありまして。かっこいい。最近は料理にハマっております。自分は趣味が家の中でしかないな。基本インドアなんで。はい、じゃあちょっと2020年バージョンの自己紹介させていただきます。はい、ブザーのメインボーカルとツラを担当させていただいております。シュンです。よろしくお願いします。いや、もうその時点で結構放送事故になっちゃって。いや、放送事故ちゃうわ。どこが放送事故や。はい、というわけで、ブザーのね、ツラを担当させていただいてるシュンなんですけども、僕は東京出身で、大型です。趣味は、まあ寝ること、走ること、ラーメンを食べることです。走ります、いっぱい頑張るぞ。はい、こんにちは、ウィンレコンハウです。フルネームで言っちゃうの。自己紹介をします。日本育ち、日本生まれの埼玉県の、ダメか、言っちゃう。趣味は今は料理とか筋トレとかします。まあ、特技っていうか、僕がベトナム人なんですけど、ベトナムの曲1曲だけ覚えてるんですよ。それをちょっと披露したいなと思います。おじゃあ行きます。あれなんだっけ。ファイシェイファイシェイ。はい、サイゴン、おい、サイゴン、おい、サイゴン、おい、ララ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 ラ。はい、どうも、こんにちは。はい、どうも、ブザーのパフォーマー担当の小江です。7月19日生まれ、趣味はオカルトをひたすら調べて、見ることです。ずっと東京育ち。は？
メインボーカルさんとちばちゃんです。岩手県出身です。趣味は、歌うこととあとは洋服を見に行ったりすることとあとは散歩も好きですし、将棋、囲碁、将棋はやらない。なんだろうな。ゴルフも好き。そうですね。まあ岩手から本当は大学に入るために上京してきたんですが、もうね、せっかくもらった学歴が全く役に立たなかった。はい、どうもシャルフです。はい、パキスタンと日本のハーフなんですけど、出身はこう見えて千葉県です。いや、みんな知ってた。ボイボイ。趣味は読書と水泳です。絶対嘘。絶対嘘。やったことはないです。特技はあるんですよ。チャームポイントが、俺自分のまつげが長いことがチャームポイントだなと思って。鼻ちゃうんかい。鼻ではない。鼻もありき。鼻もありきのまつげされてないよ。俺のまつげに爪楊枝が乗るよ。爪楊枝が乗るよ。あるよ。爪楊枝あるよ。やばい。何の打ち合わせもしてないのに。これね。浩平さん。これ自分じゃ無理だ。怖いな。刺さないで。でどう刺すの。刺そうとしてるやん。落ちてるよ。あれ番組終了。落ちた。放送事故だよこれ。オラッキーだ。いやいやいや、嘘つけよ。嘘つけよ。嘘つけよ。まあ載せたことないんだけどね。ないんかい。はい。乗った。あ、出ますね。鼻の上に乗った。やっぱ。というわけでね、まあ自己紹介終わったところで指令カードがもう一個あるんよ。お外出自粛期間からの近況報告せよ。ハマったこと、始めたこと、それぞれ報告せよ。おお、なるほど。なるほどね。お会いはせやな。まあ、ちょっと悪い。めちゃめちゃいます。他は？いや、なんか料理してる人多いな。あ、多いよね。ここ自粛期間ですね。俺はそうだね、ペペロンチーノ。でもペペロンチーノのみしか作んない。もう逆ね。ペペロンチーノのみだから俺は。ハウなんかチキンとか作ってるの。そうだね、肉とか中華とかそっち系だね。でも俺ハウのさ、麻婆豆腐作ったね。うまかった。なんか言い方がやらない。フグータンとフグータンと俺フグータンとフグー。公平とかどうなの？僕はなんかあれですね。マジョーカー。そうっす。家で分かってる。取り憑かれちゃって。怖いから。ローソクを置いてた。いやいや、出て出て。もうそういう担当みたいになっちゃったけど、今降りてきたよね。絶対降りてきたわ今。俺はね、ビーチジャンプ大好きなんだけど、ブリーチ見たことなくて、なんかこの機会に見ようと思って、アニメを1話から見て全部見ましたよ。暇？暇？飽きちゃったよ。飽きちゃったよ。今日の MVP であるハウの歌で締めましょう。よいしょ。はい。じゃあみんな一緒に歌って。俺らみんなでな。それやってもらったら俺らしかし踊ってるから。ご視聴ありがとうございました。本日はこれで締めらせていただきますね。締めらせていただきます。締めらせていただきます。カモン。最後はい、ララ。最初はグー、じゃんけんぽい。